はい、お願いします。はい、お願いします。今日は股関節のパッシブリリースの2回目。はい、ね。この間こう解剖の話をしたんだけど、はい、今日はね、小林先生の診察のレクチャー。はい。これが素晴らしい。秘蔵の。うん。で、これうちのね、田島 PT がこれ見てさ、はい、やって。最近よくね、股関節包にチェック入ってくんだよね。で、そこを注射でリリースすると、まあ、結構効く。はい。ね。電部痛でね、股関節包が発痛源になってる例っていうのは結構あって、はい、そういうのはね、治療されてなかったわけだから、それが原因でなかなか治らないっていうのは結構あるからね。はい、まあそれは黄色靭帯も言えるんだけどね。はい、じゃあ見てみますか。はい、お願いします。次のパート、股関節に移ります。で、股関節の方で、私から2つですね、昨日の肩でお話ししましたのと、基本股関節っていうのは一緒っていうふうにイメージください。関節というのは、カップとボールですね。で、カップの方をちょっとかぎ爪を作るような形にして、で、反対のグー、骨頭を入れると。で、手のひらとの間1センチぐらい開ける。で、それでくるくる回る。これが関節の構造ですね。で、肩に関しても同じように、どの角度でどのテンションがかかるかっていうお話をしました。で、股関節を全く一緒なんですが、股関節がちょっと難しいのは、大腿骨の頸部っていうシャフトがあるので、どの角度に動かすと、どの関節包とか筋肉にストレスかかるかが、肩よりもちょっとイメージしにくい。このシャフトの分ね。ちょっと邪魔なんですよ。邪魔したら悪いですけど。なので、ちょっとそれを含めてどういうふうにイメージするか。っていうのをちょっとここで実演しながらお見せしたいと思います。皆さん好きなところ移動してください。いわゆるパトリックテストって言われる名称がついているものですね。を例にやっていきます。いいですかね。パトリックテストっていうのは、いわゆる足を開いて、4の字でこれぐーって開くと。股関節を開いたっていうものです。で、実際には体側の仙腸関節とかのストレスもあるので、合わせ技ね。それを分離するためには、まあ、例えば骨盤を固定して、開けば、動きの足し算引き算ですね。股関節だけの刺激になるというような考え方です。じゃあ、この時に、例えば股関節っていうものを考えた場合、皆さんどの角度で開いて初見取ってますかって話なんですね。大体ね、45度ぐらい開いてやってると思うんですけれども、これも、じゃあ、50度だったら60度、70度、90度、120度だった。これそれぞれ股関節の関節包にかかる場所ってラインが当然変わってきます。ちなみにもっと下でやれば、これもそうです。肩の内線、外線か。ですね。これだと股関節のちょうど前方、ここですね。がストレスかかっていって、開けば開くほど下の方のストレスをかけていく。っていうことになります。ですね。で、こう開くと下の方。もっと上に行けば真下。なので、股関節の前方の方のどのレベルが特に高いのか、まあ、腸骨、大腿、靭帯とかいろんな名称はありますけれども、どこの硬さが硬いのかによって、股関節包の治療をしていくときに、どの高さでやるのかですね。外側でやるのか、真ん中でやるのか、内側寄りでやるのか。だから場合によっては、あ、下が硬いんですね。あ、ここの角度が開かないんですね。っていうと、ここから注射します。うん、下から。で、下で45はとあぐらかけるけど、まっすぐだと開けないっていうね。一つには、上方が硬いので、これ上方ですよね。骨頭に近い方の関節包のリリースをやっていきます。っていうように、同じパトリックにしても角度によって違う。で、これは肩の考え方と一緒ですね。先ほど申し上げた、下で外旋すれば、ここで上が突っ張る。で、セカンド外旋だったら脇の下が大体突っ張る。じゃあ、間であれば、この間が突っ張るわけですね。なんで、外旋した状態でどこが突っ張るかっていうのは、当然角度によって変わる。これと全く同じことです。じゃあ、一方で、これさっきのおまけで、仙腸関節もそうで、同じパトリックの仙腸関節陽性であっても、この角度で陽性と出るのか、こっちの角度で陽性と出るのかっていう繊維の方向性って少し変わってきます。なので、より下の方でやれば縦の軸なんで、腸後仙腸靭帯とか、後ろの縦の繊維ですね。がテンションかかりますし、開いて真横にやればそれだけ骨幹仙腸靭帯とか横の刺激になりますので、そういう方向性を見て、あ、この人っていうのはどこのレイヤーのどの向きの繊維が硬いのかなっていうのを見ていく。っていうふうにすると、イメージがだんだん重なって、なんか解剖名にとらわれない治療部位の到底っていうのがしやすくなります。で、そういう意味で股関節の場合、じゃあ後ろどうするんだってなるんですけれども、後ろは後ろで、ディープグルティールシンドロームとかああいうのもみんなそうですけども、皆さんこうやって硬さを見ますよね、電筋の。よくこれ電筋の硬さ見るって言いますけれども、股関節本の後方の硬さってこともあります。股関節もちゃんと全周性にありますので。なので、前方はこういう形でいいんです。これ、どこが硬いかなってことで OA のね、突破をするんです。じゃあ、後ろはどうするかっていうと、側外になって、ここですね。ここを見るときに、今度こっちですね。要するにさっきは足を開いたわけですけれども、今度は股関節の内線を入れて、股関節をこう後ろの牽引をしています。後ろです。で、これも角度を変えていきます。ここのまっすぐ伸ばした状態でこうひねる。足をこうひねる感じですね、こうやって。でやると、股関節の後ろの腕が突っ張ってますし、それをだんだん屈曲上げていくと、斜め下。で、屈曲した状態でこれ。だと、後方の下の関節包です。なんで、これで肩と同じように全周性のテンションをかけることができて、どこが硬いかによって、股関節の注射も前方だったり、側方関節法リリースだったり、後方からの関節リリースだったり、っていうのは使い分ける。なんで結構後ろがお尻が痛い、お尻が痛いって言って、意外と関節法のリリースされてない人は結構後ろは、印象があります。だから前は皆さんね、関節をすっごいなんか、っていうイメージなんですけど、なんで側方は小殿筋で終わっちゃって、小殿筋の人の関節をすっげえべったりしてるけど、みたいな。なんか上殿動脈やんだけど、ここの奥に、ここほら関節が見えてるじゃん、みたいな。が抜かされて、後ろでやるときに、座骨神経、非常筋で、それ後ろの奥にあるから、みたいな。で、実際の方で見ると、そういう目で見れば、ちゃんと関節法ってこう全周折れます。折れますみたいな。というところで、基本的な見方のまとめをすると、全周性にどのようにテンションをかけて、見て、突っ張ってる場所を探すか。肩にあいても股関節にあいても基本考え方は一緒ですよっていうところがまとめになります。ありがとうございます。面白かったでしょ面白いんだよ、これがね。簡単だしね。そうですね。で、それで診察して、次回は小林先生が実際にね、はい。注射をしているところ。これもね、面白いんだよね。そうですね。手代木先生だよね。手代木先生、はい。手代木先生は、出たいって言ってたからね。出た。あ、キムチャンネル。そうそうそう。一応許可もらったということで。わかりました。ということで次回もお楽しみにしてください。はい、ありがとうございました。